上総町砂原のキリシタンボヒヨシトシ氏、タンボヒ一キリシタンボヒは、長崎県南島原市西有江町にある墓碑。1959年7月24日、国史跡に指定された。島原半島の南岸、天草を南に望む海浜の共同墓地にある。昭和4年例埋葬の際、地下に発見され、今出土地に接する地上に安置されている。なお、本墓地内には若干のキリシタン墓碑がある。全長約 1.21 メートル、幅約 0.56 メートル、高さ約 0.39 メートルのかまぼこ形を呈し、材質は俗に天草石と言われる天草山の砂岩である。前面頂部に詳細等辺十字を刻し、その下にローマ字で桐作右衛門良五世、年83ご出生以来1610 10月16、慶長15と彫られている。後面及び前面に接する背部上にそれぞれ花十字が刻されている。キリシタン墓碑が中世末近世初頭におけるキリスト教普及の状況を示す資料として重要なことは改めて解くまでもない。長崎県下においてその数の少なくないのは往時の歴史に相応ずるものであるが、反面その出土地のつまびらかでないもの移転したものの多いことも事実であり、その制作も清楚様々である。この中にあって、本墓碑は出土の経緯のほぼ明らかなこと、制作の優秀にして特徴のあること等、価値あるものと認められる。ありがとうございます。